イエエララのアト類類に属するる分類群である無角翼足類とも、階級は裸角翼足目、稀に裸角翼足亜目を当てる。ジムノスオマータとは裸の体という意味である。和名は学名の翻訳ではなく、現在は使われなくなった分類群の翼足類テラポダのうち、貝殻がないものという意味である。8か17族が属する。 小さな軟体動物で、足は、浴場の側足と呼ばれる、付属機関物へ進化し、貝殻は消失している。どちらの進化も、太陽を自由に遊泳するのに適している。同じ後、エラ類に属する遊郭浴足類とよく似ており、同じ翼浴足類に分類することもあったが、近縁ではない。遊角浴足類は、もっと長く幅広い側足を持ち、ほとんどの種に、貝殻があり、 シーバタフライと呼ばれている。ゼラチン質で、ほとんど透明で、非常に小さい。川足をゆっくり打って、20メートルより浅い海を、優雅に泳いでいる。通常はゆっくり泳いでいるが、驚くべき速度で泳ぐこともできる。私有動態で、体内で受精する。卵は、ゼラチン状の塊で産み落とされ、孵化するまで水上を漂う。孵化して数日で未発達の貝殻が消失する。 最大の種は5センチメートルに達するクリオネの一種、裸カカメガイクレオンギマッシナである。裸カカメガイは北極海に分布。暖かい水域に分布する種は裸カカメガイよりはるかに小さい。有角翼足類のみを捕食する種も何種かいる。これらの種は軟体動物に共通の施設を備えた口を持ち、頭足類の吸盤に似た触手で獲物をつかむことができる。 さらに、側足と呼ばれる翼で、より大きな翼を持つ、遊覚翼足モクよりも、非常に早く泳ぐことができる。これらの種以外のほとんど種は、動物プランクトンを常食にする。南極海に分布するクリオネのシュクレオン、アンタルクティカは、微量の気比物質ってノンを合成することで捕食者から身を守っている。同種の局所的な存在密度は異常であり、 最大で1立方メートルあたり300匹になることもある。捕食者がシーアンタルクティカを食べないので、短脚目とその中に住む動物もいる。ありがとうございます。